たいなベトナムみたいな帽子かぶってるおじいちゃんいる。面白いな。はい、皆さんおはようございます。サチネーです。今日はですね、またすごいいいお天気になりました。今日はキャンプ日和ということで、北部のねヤンバルの森の方にですね、これから行きたいと思います。場所がですね、国頭村の森林公園、この前なんか国立公園とかいう風にですね、違う動画で言ってしまったんですけども、正しくは、国頭村森林公園の中のキャンプ場ということで、今日はオートキャンプのですね、区画を予約しました。ではまた沖縄道を通ってね行きたいと思います。はい、じゃあ安全運転で行ってきます。沖縄自動車道の中城っていうパーキングに泊まりました。ちょっとお腹空いちゃったんで、まずポーク卵、明日の朝にでも食べようかなと思って、タイのアンパン、はい、初めてねこのウッチン茶っていうのをね買ってみました。ポッカのウッチン茶、お店の人に聞いたらまずいって言ってました。でもなんかお酒飲む前に飲むといいかなと思って、であと三品茶、これもこれどこのやつ、これポッカのやつ、ポッカなんか2つぐらい出してるのかな、糖の吸収を穏やかにするっていうね、三品茶これも買っときました。はい、またね国頭村のゆいなんちゃら道の駅、ゆいゆい国頭村道の駅だっけにまた来ました。ここから曲がるとね、ヤンバルの森に入っていくんですけども、またねTシャツ買っちゃいました。今度はアグー豚可愛かったんで買いました。これで私の T シャツのレパートリーが3種類から4種類に増えました。これもねここで買ったヤンバルクイナの T シャツ買っちゃいました。はい、じゃあ今度こそねキャンプ場の方にね直行したいと思います。はい、目的地周辺です。右方向です。受付オフィス、あ、ついた、ついた、目的地に到着しました。はい、ありがとう、お疲れ様でした。はい、あ、もう来てるやん、大丈夫、この先、ああオートキャンプあったね。はい、ここに入っていきましょう。はいはいはい、いいね。あ、ここが炊事場。ああこんな感じね。なるほどなるほど。あ、誰かいた。お掃除してる。お掃除してる。お掃除の人だ。6番、7番。ここかな、この奥かな、ここじゃない、イノシシが、見て、こんな近くにイノシシちゃんがいるんだけど、やばいよね、子供のイノシシじゃないこれ、やばすぎる
すごいな。あ、逃げた。あ、逃げた。あ、ちっちゃいですよね。まだちっちゃい。ウリボーだからよ。ウリボー。かわいい。あ、びっくりした。ヤンバルの洗礼を受けた。はい、とりあえず適当ですが準備をしてから周りをねちょっと探索していきたいと思います。はい、まだいるかな、ウリちゃん。ウリちゃん、ウリちゃんくつろぎまくってるんですけど、やばいよね。野上さん森林公園、分かってないんだけど、ちょっと探索します。これからこの先がねバンガローらしいんですよ。はあ、いいね、静かで、はあ、いいね。こんな感じだね。ここかな。これももう一つバンガローだね。いいね、雰囲気いいね。餌があると思ってるのかな。かわいい。どっかに行って。向こうに行きなさい。森林公園だから一般の人も入れるっぽいね。ああ、やっぱ生き物。クワガタとかいるんだね。琉球ハグロトン。トカゲとかイモリ。樹上ハウス、へえ、こんなとこに泊まる人いるんだ。楽しそうだけどね。トイレがあるね、ここに。シャワー室、まあ、シャワーは浴びないからいいんだけど。あ、ここもキャンプ場だね。ここもすごい、なんだろう、確か3つぐらいあったんだね。この上にしなくちゃいけなくて、オートキャンプじゃないから向こうを選んだんだけど、ここはひっくりなんかタープとかテント泊したい人がいいみたいで、でもちょっと広さ的に台の広さだけって感じだね。これ3つあるんだよね、確かね。あー、気持ちいい。なんか鳥がいた。何がいた？今、大きい鳥が。あー、空が真っ青だ。気持ちいい。空が真っ青。あー、展望台があるっぽい。ちょっと行ってみようか。あー、森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 って感じ。全方向森。あー、気持ちいい風が吹いてる。最高最高。あ、こういう雪だね。あー、綺麗。なんか神々しいというか素敵やね。うん、こっからなんかボートとかに乗れるんかな。あ、橋があった。へえ、気持ちいいね。あー、神々しい。めっちゃ静かだね。チェリーバッタ、気持ち悪い。
好き勝手に遊んでる。おうおうおお、マーキングしてんのかな。お尻こっそりつけてるよ。すごいね、あれマーキングって言うんだ多分ね。なんかお母さん来なきゃいいけど、ちょっと怖いんだけど、お母さん来ると、うーわー、かゆいのかな。マーキングじゃない感じじゃない、かゆいのかもしれない。なんか食べてんのかな、アリとか食べてんのかな。すごいね、こんな近くで見れるって思わなかった。全然こう人間を怖がってないもんね私のこの国頭村の森林公園のキャンプはほとんどがなんか売り棒で動画が終わってしまいそう結構ね、標高が高いからあれだね、夜寒くなるかもしれないね。全然今回勉強せずに来ちゃったから。え？カラスだ、カラス。カラスとウリボーだ。カラスとウリボー、おーおーおーおお、走る走る。ウリボー走る。ここはね、焚き火しちゃいけないんだってさ。なので、ちょっと楽しみがね、減っちゃうんですけど、まあでも後片付けが楽だから。え？やめて、今ウリ坊ここに入ってこようとした今。怖っ。3時33分。333並びました。